寿司屋の寿司屋の愛席イースカ、新しい技術と発想でウェルビーイングな街と暮らしを、スマートシティ略して寿司ネタを全国各地で広げて回る番組です。2023年9月24日日曜日です。ちょっと振り返り日記になりますけども、週末に、キャンプに行っておりました。キャンプね、好きなんですよ。ママ友の家族4家族でですね、一緒に行って、で、まあ、みんなで子供をですね、一緒に見ながらですね、バーベキューなんかをやってですね、で、ワイワイ話すみたいなことで、結構長らく何年もやってるんですけども、すごいこうリラックスして帰ってきました。なんかね、不思議ですよね、キャンプってね。自分でわざわざテントを立ててね、こうドロドロになりながら、バーベキューなんかもやって、煙にいぶされながらね、ホテルとかね、行った方が、よっぽどこう、温泉なんかも入れたりとか、ふかふかの布団でね、寝られたりとかして、ゆったりできそうな気がするんですけど、なんか、あれですよ、スマートウォッチなんか使っててですね、睡眠の質なんかを測ってるんですけど、テントでもう、寝袋でね、こう、若干こう、ゴツゴツしてちょっと下に石避けてなくてですね、石に当たってんなみたいに思いながら、で夜中もちょっとこう食べ過ぎ飲み過ぎでですね、トイレに立ったりとかしてですね、必ずしもこれなんか寝やすい環境かというと、なんか畳のとかね、ベッドの上で寝るよりも寝やすいわけじゃないはずなんですけども、なんかね、睡眠の質がいいんですよ。で、何なんだろうかなと思って、環境、自然のその虫のね、虫もね、すっごい鳴いてて、これテントの上のところにコオロギがなんかいるでしょうみたいな、ものすごい音をしてたんですけども、なんかそれでもこのちょっとこの外の自然のね、空気の中にいるだけで、やっぱ睡眠の質って結構変わるのかなというふうに思ったんですよね。このスマートウォッチもね、一体何を測ってるのかっていうのがよく分かるようで分かんないようなところもあるんですけども、睡眠の長さと質ですかね、この安定してるかどうかみたいなこととか、やっぱり結局人間は人間の昔からのこのもう遺伝情報に組み込まれたようなですね、もう何でしょう、外のね、こう、外じゃないかもしれませんけども、自然の中で、こうゆったりしてる時っていうのが一番落ち着くのかなとか思ったりします。で、この睡眠の質ってすごい大事だと思うんですけども、でもそうかといっても、こう毎日毎日外で寝るかというと、季節にもねよりますけども、なんか本当にこうリラックスしてですね、帰って来る時も、運転なんかもね、全然苦にならないですし、本当に健やかにいられてですね、これキャンプというか、外で寝るみたいなのをですね、なるべく定期的に取ると、すごくこう体がメンテナンスできるな、みたいな風に思いますと。で、やっぱりこうね、スマホとかね、触ったりとかしちゃうんですけども、ちょっとそういうのからね、離れて、ちゃんとね、時間を作るっていうのはそれそれで大事だなというふうには思いますと。で、ただ、時折ね、使いたかったりもするので、そういう時にはこう、使いやすいような形で、使えるといいな。それがスローデジタルって言って、もう完全にね、手放しちゃうっていうことではなくて、デジタルの力をこう、本来こう、人間の、過ごしやすいというかですね、快適な、人間らしい、生き方みたいなものを実現するために、そういったものが活用できたらいいと思っています。で、その時に今このキャンプとかね、屋外で過ごすような時に使うデジタル技術みたいなものとか、逆にこう家にいながらにしてですね、そういう自然とも雰囲気にさらされているような、そういう環境に身を置けるようにするため の, デジタルみたいなものとかですね、ちょっといろいろあろうかと思うんですよ。で、こういったのってなんか
なんて言うんですかね、まあ、ある程度ちょっとこう余裕が出てくるとあのいろいろ触ってみたくなったりするんですけども、あの、まあ、アロマ機能なんかもねありますけども、なんか結局あれもちょっとなんかごまかされてるような感じもなんとなく してですね、なんか本当にこの自然の声を聞くというか、なんかそういう環境に身を置きながらもう、なんて言うんでしょう、まあ、仕事ですとか、まあ、そういう、なんでしょう、経済活動をね、する、しやすくなるような、なんかこれを両立するみたいなことも大事なのかなというふうに思っています。ね、本当、もうちょっとね、こう、頻繁に、こう、キャンプなんかね、行ったりとか、そういうところに行きやすいっていう、まあ、まあ、比較的にうちは、そのキャンプ場まで、車で40分ぐらいで行けるので、まあ、全然近いは近いんですけども、なんかそういうところが、まあ、よりあるといいなと。で、まあ、いろんなところにそういったものが配置されるためには、まあ、それなりに経営的にね、安定したようなものでないといけなくて、で、まあ、なかなかキャンプ場の経営ってどうなのかなと思うんですけども、まあ、最近結構リノベーションされたりですとか、まあ、いい土地、いい地域であれば、きっとこう人なんかも集まったりですとか、まあ、結構ブームもね、あったりするので、しばらく、コロナの間なんかはですね、人と接しないこういうキャンプみたいなところに、人気が集まっていったところもあってですね、ちょっとキャンプブームだったと。でそこからまたちょっと観光業が、広がってきているので、まあ、まあ良くも悪くもというかですね、まあ、一般のそういう観光なんかもこうに戻ってきて、相対的にこのキャンプ需要がちょっと減ってるんじゃないかみたいなところあるかもしれませんけども、本質的にはこういうのもっとね、頻繁に行けるようなですね、ちょっと経済状況であるとか、まあそういう施設が周りにいろいろあるような状態であるとか、まあ行った時にですね、この、なんでしょう、この便利に、まあ、オペレーションできるというか、まあ経営、安定的に経営できるような、なんかそういう、いろんな技術っていうのがですね、広がっていくといいんだろうなというふうに思います。まあ、結構何よりトイレとかね、水回りのところが綺麗かどうかでね、結構快適度が違うので、あれもね、なかなか水がね、水道を引いてくるの大変な地域だったりするので、気を使わなきゃいけないことっていうのはまあ多いかもしれませんけども、そう、水環境をですね、より使いやすく安定的に賄えるようなですね、そういう技術なんかもとっても大事なのかなと思って、これもだから、まあ、遠く見るとスローデジタル関連技術なのかなというふうに思ったりします。はい、ということで、だんだん涼しくなってきてですね、外でゆったり過ごせる時間なんかも増えてきたなと思いますので、皆さん良い、週末の生活をお過ごしください。それでは。